こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石平、恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第16回です。井田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日これ配信されてるのおそらく9月23日なんですが、はい、もうそろそろ秋な感じかなとは思うんですけど、そうですね。これ Q&A で聞いたことあるかもしれないですけど、井田さん、はい、1年の中で四季はどこが一番好きなんですか？いや、正直言ってね、実は暑くてうざいんですけど、夏が一番好きですね。意外ですね。いや、気持ちよくないですか？あ、そうなんですか。だから暑い時期がいいですね。その短パンが履ける季節がやっぱり一番楽しいかな。靴下も履かず。ほら、なんかあんま満員電車とか乗るイメージないんですけど、そうは言ってもなんか暑いところに行かざるを得ない時あるじゃないですか。で、汗だらだらになったら、なんかもう井田さん、そういうの嫌そう。いや、ほとんどないんですけどねそういう時期は。それはうまくずらしてる。いや、まあ、そうな、それもあるんですけど、まあ、通勤がないのと、うん、あと、あの、基本的にあのフリーランスの自営業なので、はいはい、あの、暑くて嫌な場所には行かないんですよね。なんで全然大丈夫ですね。じゃあ、まあ、シンプルに夏のいい部分だけを享受して。そうですね、うん、なんかもう空がスカーッと抜けて雲が白いだけで本当に一日気持ちがいいですよね。確かに。さあ、この配信時はもう夏終わってるんでしょうか？いや、まだまだ暑いと思うよおそらく、はい、ということで今日第16回入っていきたいと思います、はい。こんな質問いただいています。初心者向けのジャズ。おお。30代の主婦です、はい。最近石平さんの影響でジャズを聴くようになりました。ほうほう。 YouTube で有名なものを聴いてみて、うん、一番気に入ったのがジョン・コルトレーンの My Favorite Things でした、はい。あとは日本のアニメソングをジャズにアレンジするプラチナジャズ ジャズシリーズも初心者には親しみやすかったです。他にも初心者におすすめの曲やジャズが好きになれるイベントがあったら教えてください。うわー、なんでしょうね。あの、生のイベントに関してはどれに行ってもそこそこ楽しいと思いますけどね。うん。あとは今その話を聞いているとスタンダードの曲を上手い人がちょっとアレンジしたりかっこよく今風にしたりしているパターンのジャズが好きなんだよね、はい。コルトレーンのその、ね、フェイバリットシングスもあのスクリーンのクラシックをコルトレーンが吹いているアルバムの中のやつなんですよ。なのでその辺のやつを集中的に聞いてみたらどうですかね。パッておすすめですぐ浮かぶのはあのキース・ジャレットのスタンダードトリオですね、うん。あれはあの本当に枯葉とか、はいはい、まあ、スターバイステラ、なんだっけ、スタラバイスターライトとかあの星影のステラですね、うん。あの昔のハリウッドの名曲を即興で 1,2,3 でパンって始める腕利きが、そういうあのいいやつなので、で、うん、当然この3人のピアノトリオ猛烈にうまいですし、うん、すごくかっこいいジャズだっていう瞬間もあるので、その辺から入るといいんじゃないですかね。なるほど。ちなみに井田さん、まあ、今はもう、ね、いろんな知識もあるからいろいろ選べると思うんですけど、はい、若かりし頃、はい、まあ、ジャズとかも聞いたと思うんですけど、その時ってどうやって曲を選んだんでしょう？それこそレコード店に行って聞いてとか。あ、なるほど。いえ、僕はね、実はあのポップスの方から入っているので、うん、ジャズに行く前にクロスオーバーとかフュージョンとか、あのうまい黒人ミュージシャンのああいうポップなジャズみたいなところ、はいはい、スムースジャズって今は言いますけど、うん、そこから入ってだんだんとジャズの方に移っていったんですよね。あ、でもそれはわかるかもしれない。なのであの今のその話で言えば、例えば何でしょうね、まあ、クルセイダーズとか、うん、あのバンドなんて言うんだっけ、もう、ね、メンバーの名前がわかるのにバンドの名前が出てこないなメンバーの名前じゃ言ってください。これ誰か聞いてる人は調べますよ。ネイザン・イーストっていうのがベーシストで、ギターが、リー・リトナーがやってたんだけど、今はチャック・ローブになってるんだけど、うもうほとんど分かるのにバンドの名前が出てきません。でもあれです、あれです、ビットウィン・ザ・シーツとかやってるエリック・シール、うん、うわ、アルバムタイトルが出てくるのにな。え、マジで、ちょっと待って、恐ろしいことになりますね、こういうのあれ、どこだっけ、スムースジャズ系のやつで、もうやだね、本当にもう困ってしまいますね。まあ、そんなもんですよね。うん、いや、本当そんなもんだよね。年、うん、に関係ないと思いますよ。なんかやっぱ情報がもう多すぎる。そうね、ボブ・ジェームスがピアノで、バンドの名前が、でも、あ、うわ、バンドわからんな。じゃあ皆さんに今の名前で検索してもらいましょう。あ、そうですね、ポッドキャストですから、これ何度でも聞けますから、はい。あ、フォープレイですね、はい、フォープレイ、はい、フォープレイ、腕利きミュージシャンで、これはあのすごく静かなので夜もひっそり聞けますし、うん、あの悪くないと思いますよ。でも入門用でこういうのが楽で楽しいっていうのを聞くんじゃなくて、うん、がっつり一番いいのから聞いてもいいんじゃないですかね。そのコルトレーンが好きだっていうのは素晴らしいので、はいはい、初期のコルトレーンだったり、あるいはあの
ジャズボーカルもかっこいいので、うん、フランク・シナトラとかは素晴らしいと思いますけどね。なんかもう ど真ん中でもいいかもしれない、ね、いやど真ん中の王道ってやっぱ素晴らしいんだよね、うん、だから王道なわけですもんね、うん、そうでも当然マイルスのマイルス・デイビス、はい、うん、アコースティックだった頃を聞く、はいはい、聞いたりすると楽しいと思いますけど、なんか僕正直全然詳しくないんですけど、はい、でジャズに最初触れるときちょっとやっぱり何がいいか分かんないから敬遠してたんですけど、うん、でも結局今イラさんおっしゃってたそのなんだろうジョン・コルトーレンとか、うん、マイルス・デイビスとか、うん、聞いたけどやっぱいいですね。そうだね。あとは日本人は必ず大体世界でピアノトリオが一番人気ある日本なんですよ。へー。でピアノトリオのアルバムは次々と出るので、うん、日本人好みのところがあるんで、ああいうちょっと知的な感じ、うん、さっき のキース・ジャレットもそうですし、王道の親何ワルツ・フォー・デビーの人なんだっけ、いやー参ったな、ワルツ・フォー・デビーの人ね、聞いちゃいけない僕に聞いてしまいました、うん、ワルツ・フォー・デビーの人だってねえ、でも本当に困るねこういうのワルツ・フォー・デビーの人はでもこの白人のピアニストが一番人気ですよね。誰だっけ。でも本当に不思議なんだけどさ、腕のいい人はみんな死んじゃうね。あ、死にますね、うん、あららら、探すと出てこないもんだな。でもまあワルツ・フォー・デビーだったり、うん、ポートレート・イン・ジャズだったりという名盤がある、んとかっていうピアニストがいるのでそれを聞いてみてください、はい、でもちなみに何かねいつも例えば本だったらやっぱり本を買ってほしいし、はい、まあ、その作り手ってこともあるけど、ね、うん、なんかね、その親しむっていう意味で、うん、例えばレコードとかの話もしてますけど、はい、僕コルトーレ正直アマゾンの、うん、聴き放題あるじゃないですか、はい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 、それで結構あって、いやもう全然いいじゃないですか、試してよかったんですけど、うん、でもなんかやっぱちょっと現物で買いたいですね。まあそうだけどさ、コルトーレなんかはもうそれこそ印税も遺族に行くだけだしさ、ね、トニーには行かないんだからいいと思うけどね、うん、まあ、手軽にそういう意味では、うんうん、最初はこのそれこそ iTunes とか Amazon でチェックしてみてもいいかもしれないですね。そうですね、メロディアスで聴きやすいものから入ってゆっくり広げていけばいいですよ。それとそのジャズのすごく通な人とかそういう人に合わせる人は全くないです。自分はこういうのは好きじゃないっていうのでいいので、てか自分が、ね、楽しくないと意味ないですもんね、はいはい、ということでぜひ楽しんでみてください、はい、石平、ブックトークの方も、サイトの方から、初月無料でお読みいただけますので、はい、ぜひ質問の方もお寄せください、はい、今日は第16回でした。井田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。記憶力がやばい石平でした。